はい、ということで今回は石川県小松市にございます日王神社さんに来ておりますということで、今変革進学ですね。あそこね、私がちゃんと写真撮ってればよかったんですけど、すっごく立派なね、光龍さんと昇龍さんが、あそこの変革もしくは進学ね、あそこにはいらっしゃいました。もしこの日王神社さんに行かれる方いらっしゃいましたら、じっくりとね見ていただければと思います。はい、ということで、こちらのね日王神社さんのご祭神はイザナギの御事とイザナミの御事、そしてくくり姫でございます。ということで、まあ、場所柄を考えてもすごく分かりやすいんですが、こちらはね白山信仰の神社さんということでございます。そして、こちらね先ほどから綺麗な苔が、映っているかと思います。ここね実はこの道路を挟んだ向かい側に苔の里だったかなというところがございまして、そちらの方の方々が、この神社ね日王神社さんも管理と言っていいのかな、一応苔のお世話をしているということでございます。ということで一応こちらね駐車場がないので、基本的には先ほど言いました道路の反対側、50メートル60メートルぐらいちょっとずれてるんですけど、そちらの苔の里さんの駐車場をご利用させていただくということになっています。で一応ね苔の管理、の協力金という形で確かね、500円、確かねというか500円、を1人お支払いするという形になろうかと思います。まあ、私はね常に1人なんで2人の料金がわからないんですけど、1人でも2人でも500円なのか1人500円なのかちょっとわからないんですが、そこをね、まあ、ご理解いただくというか、その上で参拝していただければと思います。まあ、実際この神社に行くとね、最初の光龍さん昇龍さんがいらっしゃった、鳥居、あそこの左側にね、後で見直していただければ分かると思うんですが、実際にあ苔管理されてるんだなって分かるような場所もございます。はい、でね、ちょっと私、これで反省点、若干ね苔の上歩いております。はい、隠しません。まあ今歩いてるところはそうではないんですが、一応ねまあ歩かないでくださいとかどうとかはなかったかと思うんです。あっちの苔の里私行ってないもんですからわからないんですが、まあ時間の関係でね、で基本的にはほとんどこういうところだったり砂の場所だったり、そういうとこ歩きましたが、一部苔の上を歩いております。怒られる前に言っておきます。まあね一応その辺は考えつつ、まあ、苔の里さんに行かれたらねもうそっちで大満足だと思うんで、ね気をつけていただければと思います。私はちょっと歩きました。はい、ということで、はい、ということで反省でございます。はい、でこちらね、ちょっと調べてみましたらね、日王神社さんなんと、宮司さんはね、この神社を含めてなんと42社を兼務しておる方でございました。42社を兼務ってちょっと聞いたことがないぐらい、すごい兼務をされているということで、宮司さんも非常にね大変だなと思ったんですが、ちょっとね、その御朱印とかいただく場所がどこだったかちょっとね今わかりません。はい、今録音してるもんですからね、モニターをカチッといじるとカチッって音がする入るもんですからね、ちょっと見ることができないんですけど、調べていただくとね御朱印いただける神社もすぐ分かるんで、ご自身で調べていただければと思います。ということで、今回の日王神社さん見ての通り本当にとってもね苔が綺麗です。私は時間的に本当にね時間の余裕がなくて、本当は苔の里さんもね行く時間があればぜひ行きたかったんですが、とてもとても行く時間がなかった、本当にねギリギリだったので行けなかったんですけど、行ければね、本当に、素晴らしい、苔の美しい世界と、非常にね素晴らしい時間が過ごせるんじゃないかと思います。はい、ということで、
目の前ね道路があるんですけどね、そんなに車が通らないので、とっても静かなところです。なので、静かな、空間と、そしてこの苔のね綺麗なこの空間、これをねみんな楽しんでいただけるんじゃないかと思います。ということで、一応ねまた、これは拝殿で後ろに御本殿がありますが、この後ねちょっと私が歩いて苔の上をね歩いてから、参拝したいと思います。はい、ということでこの日もね、見ての通り少し雨が降った後でございます。もうちょっと早く来れたらね苔が本当にもっともっと輝いて綺麗だったんだなと思います。でこちら、見てね通りで、ご本殿なんですけど、こちらもね大井屋ということで、自然環境がやっぱりね普段厳しいところだと思います。こういう形で、ご本殿をね守るような形になっております。はい、ということでこれね左のねこの古株といいますか木がね、折れたのか切れたのか分かりませんが、その上の苔が本当に綺麗でしたね。ということで、まあ、見て通りでちょっとね人が歩いてる跡があるのが分かったので、甘えてしまいました。はい、綺麗ですね本当に。ということで実はこの日用神社さんね一旦あの他の八幡神社さんとね合祀されたらしいですが、戦後になってかな昭和20年だったとかと思いますが、やっぱりね自分たちの元に、この神社を返してほしいということで住民が、合祀されていた、まあ、ご神体こちらの方を、またね、こちらの方にお戻しして、独立した神社として昭和20年に復活したという神社でございます。ということでやっぱりね地域の住民の人々の思いもその分強い、神社じゃないかと思います。はい、でこれがねこちらにあるんですね手水がね、これがねまたいいんですよ。いいんでね近寄ってしまいました。はい、ということでまたこの岩がねなんか形的にはなんか力石っぽいんですけどね、ちょっともう苔で分かりません。ということでご参拝どうぞ。はい、ということでご参拝いただけたでしょうか。本当にね、美しい苔の神社さん、日用神社さんでございました。まあ、朝日とかね、夕日とかね、これが照る時間とか、雨が降っている時とか、いろいろとね、もっともっと苔が美しくなる、そんなね、環境があろうかと思います。ということで、今回は石川県の小松市にある日用神社さんでございました。ありがとうございました。はい、といってもね、もう少しまだ動画は続きます。ということで、先ほど言いましたように、道路の向かい側の苔の里、こちらの方にね、駐車場をご利用する。その時ね、ちゃんと、お金、協力金があるので、それを、ご理解の上で、ご参拝していただければと思います。はい、とっても美しい神社でございました。ということでね、こちら、石川県も福井県もそして岐阜県もとってもね素晴らしい神社がいっぱいある地域ですので、ぜひまた、次回のねこの北陸の美しい神社でお会いできればと思います。ということで今回は日用神社さんでした。